だってやっぱりね、楽しいと思ったものをやっぱり私は取り入れていかなければ楽しみのシェアっていうかね、この心のシェアっていうのはできませんですからね。はい、こういうことでございますよね。これはいいじゃないですかね。天さんごめんよ、鶴仙流の服着るの複雑だったね。うん、まあでもそう固く考えないでってチャオズが言ってますよね。うん、クリリンちょっとそこのいて、まあ皆まで言うまい。はい、時を戻すためにはこのメンバーだけで書いた方がいいかなとも思ったんですけどね、同じメンバー同じ構図でね。しかしこの頃にはないものがある、そう、それが仲間である。うん、つまりまあそういうことでしょ。うん、これがこういうことなんですよね。うん、はい、昔と同じ学校で彼らをポージングしてあげたかった。うん、やはりね、一人きりの部屋で読んでいた漫画、ダンディがね、一人きりの部屋で読んでいた漫画を大人になって書いてね、誰かと楽しみのシェアをしてありがとうが言える、これを感謝と言わずして何かなと思うわけですよね。うん、これはいいじゃないですか、素晴らしいですね。うん、それでまた別のキャラクターでも書ければなと思います。ありがとうございました。これからも楽しみのシェア、心のシェアをやっていきましょう。お付き合いしていただける方は次の動画でもお会いいたしましょう。これからもよろしくお願いいたします。改めてありがとうございました。バイバイ。ドラゴンボールの贈り物、ダンディの心で受け取って新たな形に紡ぎ替えて皆様の心に届けます。バイバイ。